今日は、衆議院議員で立憲民主党東京6区、主に世田谷のエリアで活動している落合孝之さんにお話を伺います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。こういう本を直感の会という新しい、立憲民主党のグループができまして、出したんですが、ズバリこの本の魅力どういうところでしょうか。まあ直感の会というのは、はい、立憲民主党の中の、はい、まあ一つのグループなわけですけれども、うん、基本的には民主党を経験したことがない人たちで4期生以下の人たちが集まってます。私も元みんなの党ですし、うん、あと維新の出身の人だとか、まあ、そういう人たちがの立憲のメンバーが中心となって作った、うん、グループです、はい、で18人いまして、はい、党内のグループでは実は最大級の規模を用意していて、そうなんですで民主党政権以降に当選した人たちが、はいはい、実は立憲民主党の中ではもう6割を占めてるんですよね。そんなもう6割になったんですか。そうなんです、はい、ただ要職についてる人たちは民主党政権時代の大臣が多いわけですけれども、うん、まあ我々からするとちょっと民主党政権時代にこだわりすぎてるんじゃないかなと、うん、それ以降の人たちからすると、うん、そういうふうに思うので、うん、このそれ以降の議員の6割の意見をしっかりと執行部に届けていくという意味でも、はい、この我々の直感の会は重要であり、うんうん、でまあなんかただ文句言ってんじゃなくてこういうビジョンがありますというのを、はい、18人中15人で執筆しまして、はいはい、出版させてもらったということです。なので民主党色はほぼありません。ないんですか。はい、あ直感の会っていうのは18人一番重徳さん、はい、重徳さんが当選4期で一番多いんですか。はい、そうですね。元総務官僚です。はい、割と当選回数が少ない人が多い。一番上の人で重徳さんと同じ当選4回ですね。ああ。落合さんが3回当選してますから、当選3回はい、次当選すれば4回。うん、まあ4回になれば自民党になれば、自民党だと副大臣とか、うん、大臣になるような立場ですよね。まあ立憲の問題はやっぱり今は野党だと選挙に受かりにくいので、うん、今衆議院議員も100人近くいますけど、うん、私もう受かってから今年で10年目になるんですけど、あ私より年下が実は5人だったっけな、しかいないんです。落合さんは実は選挙一番初めの時は年齢を書いてましたね。何歳って書いてました。一番最初に、候補者になった時は31でした。31、はい、13年前。はい、30代で いつの間にか年齢が消えた。年齢はそうですね、書かない今書いてないですね。それでも他の候補に比べて若いですよね。まあそうですね、うん、なのでまあ各業界そうですけれども、うん、特に政治の世界は、うん、当選しにくいので、うん、ベテランの名前が売れてる人たちばっかりになってっちゃいますよね。うんうん、政治家を志したのはどういった理由ですか。銀行マンだった、うん、わけですから、うん、なかなかこれがきっかけっていうのはそんなにはないんですけれども、銀行員になるはるか前から、はあ、小学校の高学年ぐらいですかねぐらいから、あもう政治家っていうのは大きな将来の目標として、うん、頭の中にはありました。我々世代近いですけど、私が小学校高学年とか中学生の時はちょうど
はい、世界があれですよね、冷戦の崩壊とか、冷戦の崩壊、あとベルリンの壁、そうですね、で日本の中もバブル崩壊して、はい、あと政権交代も行われてっていうことで、はい、政権だって政治的にはかなり数十年に一回の激動だったので、うん、もう完全にそれで政治っていうものに興味を持ちましたね。あとアメリカでビル・クリントンがね、あ、そうですね、あとイギリスもブレアがなったりとか、うん、まあ世界的にも政治が変わるところでしたよね、うん、我々が10代の頃は、うん、はい、そうですよね。政治家を志す人っていうのは結構いるわけですけども、うん、落合さんみたいに普通のご家庭でそんな金銭的にも余裕がなく、はい、地盤看板カバンがな ない、はい、人が議員になるにはどうしてどうしたらいいか、そして政治の制度としてどうすればいいか伺います。今私ちょうどですね、明日、うん、政治資金の世襲を禁止する法案を出します。で、最近特に岸田総理になってから、岸田さんの息子がいろいろ総理秘書官に筆頭の秘書官になったんでしたよね、政務秘書官に。で、バッシングされたりとか世襲が批判されてますけれども、調べてみると今の選挙制度、二十何年前にできた小選挙区比例代表並立制以降、うん、世襲の候補者が当選する確率が8割、世襲じゃない人は3割、明らかに世襲有利なわけですよね、うん、で、私自身も頑張って当選できて、今小選挙区でも当選してますけど、うん、26歳で銀行員辞めてから、うん、35歳の初当選まで9年間かかってますし、それこそ先ほど申し上げた小学生の時から将来政治家にと思って勉強したりいろいろしてきた中で、はい、35歳までやっぱり二十何年かかってやっと国会議員になれるわけなので、うんうん、世襲の方が国会議員になりやすくて、世襲じゃない人の方がなりにくいっていうのは確かだと思います、うんうん、で、まあ私も努力はしましたけど、うん、正直運っていう部分も大きいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、うんうん、やはり本人の努力だけではどうにもならない壁がある、うんうん、女性が社会進出していくにあたってガラスの天井があるっていうふうに言われてますけど、日本の政治の世界は世襲じゃない人たちにもこの見えない壁があるっていうことは確かだと思いますね。統計でもそうやって出てるわけなんで、なのでやはりその選挙法ですとか政治資金規正法ですとか、そういう法律はもうちょっと世襲じゃない人たちも議員になりやすいような、うん、なりやすいような仕組みは作っていくべきだというふうに思います、ね、よく世襲を禁止は憲法違反になってしまうので、まあそうですね、せめて親の代と違う県の、うんうん、県から出る、選挙区から出るっていう、うん、その案には賛成。そうですね。で、あと私が明日出す法案は、はい、親が例えば親政治家の親が政治資金を1億円持ってましたと、はい、で引退して子供に政治団体の代表者を引き継ぎますと、引き継ぎますね、そうなると親から子供に1億円、はい、税金もかからない、はい、で引き継げるわけです、はい、で普通の人だったら贈与税かかったり相続税かかるわけで、政治家の政治団体の世襲は税金がかからないというのは、よく地盤カバン看板って言いますけど、はい、カバンのお金の面でやはり有利っていうところがあるんで、それは禁止をするというような法案を出します。それは一つの考え方だと思います、うん、あとはやはり企業団体献金っていう仕組みがありまして、うん、はい、
まあなんとか団体とかその業界団体ですよね、はい、それがあのポットでの世襲でもない若者に献金するわけないの で, でお父さんがそういう人脈を持ってる世襲の政治家の方が企業団体からガン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 献金をもらいやすいわけですよ。パーティー券買ってもらったりとか、うん、なので企業団体献金とか企業団体がパーティー券を買うっていうことを禁止するべきっていう議論は30年ぐらい前からあったわけですけど、はい、そのまんま実質的には棚上げになってきました、はい、これは世襲を有利な状況をなくすっていう上でも、うん、この30年の議論はしっかり収束させて、うん、企業団体献金パーティー券の購入は禁止するべきだと思いますね、うん、であとよくあの学生たちから言われるのは、うん、例えば私が選挙出るとき供託金600万円なわけですよ。比例も合わせると、はいはいはい、やっぱりいきなり選挙出るのに600万円供託してそれは票取れば返ってくるわけですけど、はい、プラス選挙資金もかかるっていうのは、はい、なかなか一つの大きな壁だとは思います。これゼロにすると変な人がどんどん選挙に出ちゃうので、まあフランスはゼロ、はい、この水準はまあいろいろ議論はあると思いますけど、うん、少なくとも600万は高すぎですよね、うん、なので供託金のあり方も、うん、で例えば供託金ゼロの国って署名を、うん、あの推薦人を有権者からこれだけ集めたら供託金なしでいいとかそういう仕組みになってるので、国際的にフランスの大統領選挙はあの地方議員500人が地方議員とかそういうのをやったら、うん、あの大統領選で、そうですよね、なので、まあ、そういう賛同人を集めたら供託金が なしでいいとか、うん、まあ、一定のハードルは必要だと思うんですけど、うん、今の供託金制度も、うん、あの一定の資産がないと出れない仕組みになっているので、うん、そこは見直すべきだと思います、うん、あとそもそも、うん、今25歳以上じゃないと衆議院選挙も出れないですし、うん、あ自治体議員の選挙もですね、うん、あと知事とか参議院になると、うん、なぜか30歳以上じゃないですか、はい、でそれも国際的に見てみると、うん、あの日本よりか高い国ってそんなにないんですよ。ないです。もうイスラムの国とかそういうような感じで、そうなんです、年功序列の国で、うん、なので今成人年齢が18歳になって、うん、しかも選挙投票する年齢も18歳なんですから、はい、投票する年齢と立候補する年齢は一緒にしてもいいと思うんですよね、うん、なので18歳から選挙に出れるっていうふうにすることが、うん、まあ若い人でも選挙出て議員に なるべきだよねっていう土壌を作る、はい、そういうことになるんじゃないかなと。あとはインターネット投票ですよね、はい、スマホでも投票できるようにすると、はい、まあこれセキュリティの問題とかいろいろ言われるんですけど、うん、まあ今暗号資産とか自分の資産も全部ネット上に預けてる人もいるわけなんで、うん、あのそれなりにセキュリティは強化されてるので、うん、あのやりようによってはしっかり導入できると思います、うん、あとあの育休と同じように立候補するときに会社を一時的に休んで、うん、もし落選しちゃったら戻ってこれると、はい、で当選したらそのまま会社辞めたりとか、はい、あと4年間その自治体議員をやったらその後はもう一回会社に戻れるとか、うん、そういう仕組みも作った方がいいなと。で、うん、今言ったものは全部今国会に法案が提出されてます、うん、で全部僕が筆頭提出者で、うん、あの作成して提出をしていまして、うん、ただこれ野党は反対ばっかりって言ってますけど、うん、これだけこうやって若者の政治参加のために法案を提出しても与党の反対で、まあ、今審議もされてない状況ですので、うん、まあ、しっかり案があるんですから、うん、まあ、1個でも2個でもどんどん前に進めていくべきだと思いますね、うんうん、まあ、ベテランの政治家からすると若くてやる気がある人たちが選挙に出てきたら困るわけじゃないですか、うん、自分が落選しちゃうかもしれないので、ね、78年のなのでなるべくやる気のある人が来ないといいなっ
って思ってるなっていう感じは、うん、国会にいるとしますよね、残念ながら、うんうん、はい、その壁は打ち破っていきたいと思います、はい、長いとあまり見られないので最後に 本とあと、はい、吉村知事について伺いたいんですが、落合孝之さんは維新の党にの時に吉村さんと同期、当選同期で、まあ吉村さんはもう半年ぐらいですよね、うん、市長選挙出た、どういう印象をお話ししたりしてました、はい、同期で、あと国会の席順って奇数順、年齢順なんで、僕の次、僕が一番当時若くて、その次に若いのが吉村さんだったので隣の席でした。この左側に座ってました。で、まあ、あれ半年ぐらいでしたっけね、いたの、そんなに長くなかった。あれ10月ぐらい、はい、2014年ですよね。それで翌年、統一地方選挙で、そうでしたっけ。じゃあ1年もやってないんですね、はいはい、なので短かったので、はい、そのなんていうんですか、まあプライベートで飲みに行ったりとかそういうのはしましたけど、そんなにその仕事で、あと得意分野も全然違かったので仕事ぶりはですね、正直ちょっとわからないんですけど、うん、プライベートではまあそこそこ気は合いました。向こうはどう思ってたかわかんないですけど、で、まあ彼はもともと弁護士で、弁護士ですね、私はもう政治に興味があって政治家になったわけですけど、 しかも銀行員でちょっともう、そうですね、で、違います。彼は政治に興味あるっていうよりも、うん、僕が感じたのは橋本前知事をものすごく尊敬してるなっていう、はい、で、多分橋本さんに誘われて政治の世界に多分来てるんですよね、うん、なので政治に興味あるっていうより個人としての橋本さんを尊敬して、まあ、ああいう政治家になりたいって思ってるなっていう感じは私としては当時もう9年前ですけどね、うん、しましたね。あ、もうそんな、はい、そうなんです。そんなになります。2014年でしたから初当選で今2023年ですからね。早いですね、はい、早いですね。落合さんが活動あれ始めた、あの始めたのはこのポーズの、そのポスターは2010年です2010年、はい、もう13年も、はい、ご活動されてるんです。はい、最後こちらの本でどういう、はい、議論がなされてるか、落合さんが、ね、まあ全部言っちゃった、はい、株買えないのであの、はい、見どころをお伺いします。まあ、まあ中堅若手の人たちが提言をしてるわけですけれども、うん、各それなりに専門家たちが揃っています、うん、でこの分野の問題はこれしか答えがないみたいなものもたくさんあるわけですけど、うんうん、政治の世界って何らかのしがらみで、うん、もう答えは明らかなのにそこに進まないっていうこともあるじゃないですか、うん、見ててそう思うことがあると思いますけど、うん、そういった問題に対してしがらみなくこうあるべきだということを国民にストレートに伝えています、うんうん、で、そのこのゴール地点はここだけど今我々の考えはここまでしか至ってないとか、うん、そういう我々は完璧だと思ってそのこの本で提言してるわけではなくて、うん、今の時点ではこういうふうに考えててここに進もうと思ってますと、うん、いうことを正直にストレートにカッコつけずに書いてますので、うん、はい、ぜひ生の今国会で、戦っている人間にしかわからないようなことも書いてありますので、ぜひ、まあ、政治の世界ってこういう部分もあるんだなということをご参照いただければなというふうに思います。若手18人が書いた本ですので、ぜひ皆さんお読みください、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。